山で高所登山で、まあ、一般人にとって一番大切なのは酸素、これがゲージです。通常300まで入ってますけど、だいたい250ぐらい、それぞれによって違う。でここに重さが書いてある。3907、3970、これが重い方が本当だったら通常多く入っているけど、実際は違うことも結構ある。でこれですけども、ここがゲージ、強さです。1分間にどのぐらい出すか。でこれが0だとここは出てない。本当だったら 0.51 1.5 っていうふうにしてどんどん上がっていくんですけど、 2.5 3.5 4にしても全然上がらないんで、もうそうなるともうこれも本当にわずか、もうほぼ終わりです。でここから出てます。昨日登頂して一気に帰ってきて、翌日今日一日荷物の整理でエベレスト、エベレスト見えますけど、あそこ風が結構吹いているかも、待ってるんで。たまだったら髪が凍った。明日の水見のためにヤク君がいっぱい来てます。はい、水見のためにヤク君がいっぱい。エベレストが見えます、あそこ。昨日もあったんですけどね、22日にキープストロング、これもすごい昨日は役に立ちました。すげえいい。でも風が強そう。エベレスト遠かった。明日下ります。ヤクがいっぱい至る所にいるの。このヤクくんたちが荷物を下まで